シエラビスタはアメリカ合衆国アリゾナ州国勢軍の都市であり、同軍では人口最大の都市である。2010年国勢調査による人口は43,888人である。シエラビスタダグラス小都市圏に属している。この小都市圏の人口は129.518人と推計されている。アメリカ陸軍の基地である。 フワジュカトリデが市内の北西部にあり、そこに勤務する者も、主人公に含まれている。シエラビスタとはスペイン語で、山の景色を意味している。州南部の大都市通村の南東70マイルに位置し、コチセ軍の商業、文化及びレクリエーションの中心になっている。週間高速道路10号線とアリゾナ州道90号線が、市内を通っている。市の周辺は、 フワチュカ山脈、ドラグーン山脈、ウェットストーン山脈、マスタング山脈及び、キュール山脈が囲み、東側は、サンペドロ川が境になっている。アパッチ戦争が終わり、フワチュカ取に保護されて、サザンパシフィック鉄道とエルパソサウスウェスタン鉄道が完成し、サンペドロバレーの人口が増加し始めた。1901年頃にこの鉄道で、テキサス州から、 オリバー・フライト、その年長の息子二人がこの地を訪れ、フワチュカ・トリデのすぐ外で、320エーカーの土地に入植した。フワチュカ・トリデの東門外で最初に開業したのは、1892年に、ジョン・ライリーとエレン・ライリーが所有する酒場とアクショだった。1911年、マーガレット・カー・マイケルが、ライリーの火山と事業を買収した。 1913年までにカーマイケルはその事業をライリーたちに賃貸しした。1913年にはまた一軍の乾燥地のオフがこの地域に入り、その開拓地をブエナと名付けた。ブエナはガーデンキャニオンの東にあり、ルイススプリングスとフワチュカトリデの間にある鉄道停車店だった。ここには郵便局があり、ブエナ。 ガーデンキャニオン及びその周辺の子供たちを教える学校ができた。1917年までにオバートン郵便局ができた。この開拓地の名前はオバートン商事投資会社から来ており、フワチュカ鳥で外側に街を開発する計画にカーマイケルの土地を選んだ。しかし、この会社はその地域に人々を連れてくることができなかったので、計画は頓挫し。 カーマイケルがその資産と雑貨屋を取り戻したと信じられている。1918年、カーマイケルは店の名前を変更し、ガーデンキャニオンの所有者となった。ガーデンキャニオンも郵便局の名前であり、カーマイケルが局長になった。さらにカーマイケルは、ガーデンキャニオンの店の通り向かいに家を建て、ガーデンアベニュー沿いには18軒の家を建てた。 1927年から1938年まではフライがカーマイケルの店を沈借した。1955年、この地域を法人化し改名する最初の試みが失敗した。これはフライがその家族名をつけた町名の改定に反対し法人化にも反対したからだった。1956年、住民投票が行われ76票対61票で、 否決された。フライの土地以外の場所を所有する人々が法人化と解明を推進し、1956年5月26日に請願したが、フライが所有する半平方マイルは除外された。シエラビスタの町は1956年に法人化された。今日の推定人口は4万9000人以上となっている。シエラビスタ市は、 コチセ軍及び隣接するメキシコのソノラ州北部の経済と商業の中心である。1971年、シエラビスタ市はアリゾナ州でも最大級の雇用種であるアメリカ陸軍基地フワチュカトリデシ基地と周辺の町を併合した。秋のサンペドロ川シエラビスタは北緯31度32分44秒、成形110度16分35秒。 北緯31.54556度整形110.27639度、31.54556-110.27639に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、地域全面積は153.5平方マイル、このうち陸地が153.5平方マイルであり、水域は0.04平方マイル、水域率は0.03%である。 標高は4623フィートである。市の西には、フワジュカ山脈があり、ミラーボンやカーボンがそびえている。シエラビスタは、欠片の気候区分で、BSK に属している。雨の少ないかなり安定した気候である。しかし、7月と8月には北アメリカモンスーンが、集中豪雨をもたらすことがあり、1年間雨量のほぼ、半分は、この2ヶ月間に降る。 他の期間は乾燥した気候であり、及び標高が高いことのために、1日の最高最低気温は52かし62度の範囲にあり、かし82度にまで達するのは稀である。降雪は、市中では稀である。数インチ積もる年もあれば、全く降らない年もある。ふわ中華三無があり、ミラーボンやカーボンでは、年間4、5ヶ月間雪に,に覆われている。 シエラビスタ市は、アメリカ合衆国のハミングバード首都というあだ名があり、世界中のバードウォッチャーが近くのラムゼイキャニオン保護区など、地域の谷に数百種の鳥を観察し写真撮影するために訪れている。その他観光やレクリエーションの地としては、サンピドロ国立保存地域、フワチュカ山脈のコロナド国立保護区、ドラグーン山脈のコツセストロングホールド、 チリカフア国立保護区、マデラキャニオン、カーチナー商乳道州立公園、パーカーキャニオン公及びパタゴニア湖州立公園などがある。シエラビスタの夜空は、視界が良く、アリゾナ州のアマチュア天文家に選ばれる場所になっている。地域内には、多くの装備が良いアマチュア天文台や、市内の南アリゾナ大学南港の大型天文台がある。シエラビスタ市は、 コチセ郡内7つの法人化都市の中で人口最大であり、軍人口13万1346人の3分の1近くになる。コチセカレッジ経済研究センターが2009年3月に公開した2009年経済外観によれば、2008年7月の時点でアリゾナ州商務省はシエラビスタ市の人口を4万5908人と推計した。 2000年国勢調査で、の人口は37,775人だったので7年間で14.5%増加したことになる。さらに、同時期の推計では、アリゾナ州で17番目に大きな自治体になっている。2009年経済外観によれば、国勢調査指定地域のシエラビスタサウスイースト、フワチカシティ、トゥームストーン、ウェットストーン、 ヒアフォード及び周辺未編入領域を含めた地域人口を約7万5000人と推計している。この地域人口は2028年までに10万人近くなると予測されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年国勢調査時点で25歳以上人口の91.5%は少なくとも 高校卒以上の学歴があり、25.7%は学士以上の学位を取得していると推定された。住民が学士以上の学位を取得するのは増加傾向にあり、今日の技術的な労働環境における競合が高くなっている。シエラビスタで高等教育以上のレベルで教育を受ける人口は、軍、州および、 全国の平均よりも高くなっていると推定されている。フアチュカ砦は、歴史ある、活動的な軍事施設であり、通信、情報技術の中心となり、1971年に、市に併合された。さらにシエラビスタ市は、市域内に入るコチセ軍の地域を併合しようとしており、これは、市政委員会の戦略計画、我々の未来展望に述べられている。 シエラビスタ氏は、市政委員会方式を採用している。委員会は、公的政策を制定し、シティマネジャーが政策を実行し、日々の市の運営を監督している。シエラビスタ氏は、コチセグンと、メキシコ北部の商業中心である。ローズ、ザ・ホーム・デポ、ケーマート、ウォルマート、ターゲットおよびマーシャルズなど、小売店や、大型スーパーマーケット3店。 多くの専門店が市内にある。ザモール・アット・シエラビスタは、売り場面積40万平方フィートのショッピングセンターである。市内には、フワチュカ・トリデという主要雇用種であり、経済推進力のある組織があることに、その雇用基盤を負っている。陸軍との契約で、専門分野や科学技術分野の雇用も大きいが、市内雇用数の半分近くは政府に関連するもので、 ある。公共教育を行う学校としては、ブエナ高校、中学校1校、小学校6校がある。その他チャータースクールや私立学校もいくつかある。高等教育機関としては、は、アリゾナ大学サウス校、コチセコミュニティカレッジ、フェニックス大学、ウェーランドバプテスト大学及び、ウェスタン国際大学がある。市内には、 面積3万1000平方フィートの公共図書館がある。フアチュカ山脈にある岩面へ行きに覆われたシエラビスタ郊外の山脈シエラビスタでは年間を通じて様々な文化的また家族向けの活動が行われている。主要な行事としては2月のコチセカウボーイポエットリーと音楽集会春の南西部祭独立記念日祭り8月に開催される。 バードウォッチャーのための南西部ウィングス祭り及び12月に開催されるアリゾナ州でも最も長く続いている休日パレードがある。当期にはシエラビスタシンフォニーオーケストラがプレコンサートセミナーを含めクラシック音楽とポピュラー音楽のコンサートを3回開催する。また寄付金集めの行事も行う。年間を通じてアートディスカバリーシリーズが劇。 コンサート及びミュージカルを興行しており、夏にはベテランズパークでの定期バンド演奏会がある。シエラビスタ公共図書館では映画鑑賞会、講演会、朗読会など子供や成人向けプログラムを開催している。インディアンが描いた岩ら絵がフワチュカ山脈の特定地域で見られる。サンペドロ川近くにあるグレーホーク自然センターは、 自然学習プログラムを提供し、生きた、爬虫類や無脊椎動物を展示している。シエラビスタの日刊誌は1955年創刊のシエラビスタヘラルドである。アリゾナフットボールリーグに所属するコチセグンカバリエズとビスビー・アイアンマンが統合されてコチセグン・アイアンマンが結成された。アイアンマンは2011年が最初のシーズンであり、 カッパーフットボールリーグで試合を行う予定だったが、不況の影響で始まっていない。シエラビスタ地域医療センターとフワチュカトリデ内にある、レーモンド W ブ,ブリス陸軍医療センターが、地域の医療を担当している。地域内には、あらゆる分野の医療専門家がいる。シエラビスタ地域医療センターは、アリゾナ州道95号線沿いに新しく、外来外科センターを完成させた。 その面積80エーカーの敷地には将来医療事務旨が追加される予定である。アメリカ合衆国退役軍人省が地域に住む退役軍人のために委員を開設した。住民と医療の専門家が1995年以降シエラビスタで報告されている、白血病や小児がんに関連する症例が増えていることに関心を寄せている。 2001年には1995年以降の7、症例があり、アリゾナ州健康サービス部がこの数は、統計上予想以上に増加していると判断した。これに対応するために、大気飲料水及び、土壌の環境評価を行い、小児白血病などの癌に関する、危険性を与えていないかを調査することになった。 2002年10月までにアリゾナ州健康サービス部はアリゾナ州がん登録所と共同で飲料水、待機、人海処理場のいずれもシエラビスタ住民に白血病を及ぼす大きなリスクを与えているとは判定できないと発表した。当時はそれ以上の行動が推奨されなかった。2003年にさらに3例の白血病が報告された。 疾病コントロールセンターは問題を深く掘り下げることを躊躇し、当初は州の健康サービス部に丸投げしていたが、2003年春に健康サービス部がその支援を要請するに及んで本格的に関わり始めた。疾病コントロールセンターは2004年と2006年に2件の公式研究を終え、複雑な結果になった。白血病が増えていることについて、 環境基因とは見出されなかったが、4人の子供について、白血病の検査を行ったことのみ記していた。ここで、そのように少数の患者だけでは、環境と病気の間の関連性を図ることを、試みても、疑念を拭えず、統計的に不適切であるとしていた。生物学サンプルが128種の化学品について、試験され、その結果は、タングステン。 スチレン及び PCB-52 について、標準以上であった他はすべて標準化それ以下だった。疾病コントロールセンターが報告書を発表して、以後の数年間に新しい症例は報告されていないので、統計上発症数は全国平均のレベルに戻った。しかし、1995年以降、 全部で13人の子供が白血病と診断され、他に5人が潜在的に関連ありとされており、関心を持ち続けている人がいる。2003年にがんと毒物に対する家族団体が南アリゾナで結成され、小児癌の子供を持つ親たちが集まって、小児白血病の原因究明を継続するよう運動を続けている。シエラビスタ市にはビスタ交通と呼ばれる。 大量公共輸送システムがある。アリゾナ州道90号線と同92号線の日本の高規格道路があり、シエラビスタと周辺の街をつないでいる。また、リビー陸軍飛行場としてアメリカ陸軍と共同で運営するシエラビスタ市民空港がある。現在のところ商業便は運行されていない。ありがとうございます。